ウルトラミュージックフェスティバルダンスミュージックとは、ダンスの BGM として機能する音楽、または踊るための音楽を指す。単独の音楽ジャンルを指す概念ではなく、複数の音楽ジャンルを総合する概念と、みなされている。音楽家とメディエバルの踊りの様子古くは、古代ギリシアの陶芸に、音楽家とダンサーが描かれているものがあり、確認できる最も初期の西洋のダンスミュージックとして、 中世ヨーロッパのメディエバルが挙げられる。ヨーロッパのバロック時代では、フランス宮廷を発祥とするバロックダンスが挙げられる。クラシック音楽の古典派音楽では、メヌエットがしばしば第三楽章で踊られる。ロマン派音楽ではワルツが生まれ、バルカロール、マズルガ、ポロネーズなどの様々なフォークダンスが流行して19世紀後半に社交ダンスが発祥し、20世紀初頭には、 労働者階級の間で社交ダンスが人気を博してダンスホールに人が集まるようになる。1920年代にダンスミュージックは非常に栄え、1930年代にはベニー・グッドマン、デューク・エリントン、グレン・ミラーらによるスイング・ジャズがダンスミュージックとして人気を集めた。1950年代にロックンロール、ロカビリー、1960年代後半に ソウルミュージック、リズムブルースなどがダンスミュージックとして人気を集め、1970年代半ばから1970年代後半にかけてディスコが流行する。ディスコではフィリーソウルやサルソウルサウンドを中心にストリングスなどオーケストラのサウンドが多く取り入れられた音楽も一部に存在したが、これはロックンロールの普及以後に失われていたサウンドであった。また、 ディスクジョッキーがレコードをかけるだけでダンスミュージックが成立することはバンドを雇うよりも費用の面で安上がりだったことも流行の要因に挙げられる。1970年代後半にディスコは全盛期を迎えたがソウルや R&B の衰退というマイナス面もあった。ディスコブームと並行して電子音楽が普及していきハウス、テクノ、ユーロビート、ドラムンベース、にステップなど 様々な派生ジャンルが生まれてゆく。1990年代以降は、小室哲也のプロデュースによるアムロナミエ、TRF などがブームとなった。2000年代以降は、エレクトロニックダンスミュージックが流行した。2010年代以降は、ダブステップやエレクトロハウスが流行したほか、3代目 J ソウルブラザーズ・フロムエグザイルトライブによるダンスの世界では、以前から知られていた。 ダンス、ランニングマンも日本で人気になった。2010年代には、ダブステップとは別の流れで、1980年代や1990年代の楽曲をサンプリングしてループしたりピッチを下げたりする、ベイパーウェーブというムーブメントがインターネット上で生まれた。ベイパーウェーブからダンサブルな側面で派生したフューチャーファンクでは、 日本以外では存在すら知られていなかった1980年代の日本のシティポップが多数サンプリングされた。その結果として日本のシティポップ自体もレアグルーブとして世界中で脚光を浴びることになった。また、さらに後に出現したサブジャンルのウェーブはベースミュージックとして進化を遂げ、クラブミュージックとしてロンドンを本拠地に持ちつつアメリカ合衆国やカナダにも伝播した。 日本では2018年にディーン・フジオカがエコーという楽曲でウェーブを J-POP に取り入れている。ありがとうございます。